クレンムーアは、時として、ピアノ、フルート、バイオリンを演奏することのある、ジャズベーシストである。彼のパフォーマンスのキャリアは14歳で、オレゴン州ポートランドにおいて、ヤングオラゴニアンズからスタートし、そこで、ネイティブアメリカンのサックス奏者である、ジム・ペッパーと出会い、演奏するようになった。彼は、オレゴン大学で歴史と文学の学位を取得している。 正式なベース指導は大学卒業後に始まった。ポートランドのジェローム・マニル、シアトルのジェームス・ハーネット、ニューヨークのゲイリー・カー、コッペンハーゲンのプラウク・リステンソン、ウィーンのルート・ビヒ・シュトライハー、ハワイのフランソ・ワアラバスから指導を受けている。グレンは過去30年間、1715年頃にチロル州で作られたクロッツのベースフィドルを演奏してきた。ムーアは オレゴンの創設メンバーであるが、ラビアブイコールカリル、バサント、ライ、ナンシーキング、ラリーカラッシュとも定期的に演奏をしてきた。ポール・ウィンター・コンソート・オレゴン。ありがとうございます。